感染が判明したのは未就学児から90代までの147人です。全員軽症で60人の感染経路が分かっていません。年代別では10歳未満が最も多く32人、次いで30代が28人、10代が26人などとなっています。地域別で見ると、高知市が86人、伊野町が11人、 上市が8人など15の市町村で感染が確認されています。新たなクラスターは1件です。高知市内の幼稚園で同じクラスの園児2人、職員3人の合わせて5人が感染しています。また、基礎疾患のあった60代の男性が亡くなっています。これで県内の死者は102人となりました。